岩上から1917年5月13日は日本の明治、大正期の劇評家。本名は貞一郎。備中国阿鉄郡の知村に生まれた。幼少期から漢文を学ぶ一方で芝居に親しんだ。1886年、上京して明治法律学校に入学し、中退した。郷土の先輩、犬飼毅の手配で、犬飼がいた朝野新聞に入社し、郵便放置新聞に移り、1894年から歌舞伎の劇評を書いた。演劇雑誌が少なく、新聞紙上の劇評が読まれる時代だった。岩上の評はこびなくて、松井松葉、岡喜太郎と共に、三暴れと称され、興行側から脅されることもあったという。1894年毎日新聞に、1908年、東京毎夕新聞に転じて暴れ続けた。川上音二郎らの新派、幼井薫、市川左團次の自由劇場、坪内逍遙らの文芸協会などの新しい動きには関心を寄せず、もっぱら古典を評論した。劇場が定める招待日に各社の担当記者がその岡本喜道、岡喜太郎、栗島佐五郎も岡村志功らの仲間が、1905年から公演した文史劇で、岩上は国戦野合戦の和、島内、本町24校の横倉、熊谷陣屋の熊谷直実などを見事に演じたという。新聞記者の余儀を披露する遊びでなく、古典の正しい型を役者に見せて、教えよう心構えだった。1917年、47歳の働き盛りに急逝した。生前に単行本はなく、没の翌1918年、岡喜太郎の手配で舞台観察手引荘が刊行された。演芸画報誌に1913年から1916年まで掲載した評論で、発行は原文社、そして戦後の1957年に演劇出版社が再刊した。内容は、和、島内、斎藤実盛、佐々木盛綱、松尾丸、武蔵坊弁喜び。吉田屋断編、深七研究、横倉印象記、平仮名草子、経験より見たる三座の熊谷、松木幸四郎、片岡一蔵、市川左團次、芝居の牛、記憶せる、舞台面、良いも悪いも、いわゆる陳型で、歌舞伎評論家、岩上の目が、丸本物に寄っていたことを伺わせる。ありがとうございます。